皆さんこんにちは。こんばんは。心リンクゲームズのベイ君です。おかめです。二の国通実況続きいきます。よろしくお願いします。お願いします。というわけで今回は風邪、の谷を越えようというわけで、この先何だっけ、グレイなんとか地方の先に、ある召喚獣をゲットしに行くという、そんな感じのね。そういうこと。召喚獣だったっけ。守護獣みたいな。守護、いや守護獣か。そんな感じのストーリーでございますが、おっと、君、右にもあれいるし、なんかちょっと待って、いろいろある。いろいろある。え、何君、裸なんかどっちや。ニャウ族の行商人って書いてる。やばいね、かっこ。一応サスペンダーで隠れてるね。まや隠すとこは隠してるけど、はい、いいのそれで。それなんだわ。そうそう、喋らないと。なんていうかわからないじゃん、結局。これはもともとゴルネールで商売をしていたんだが、最近魔王族のクーデターが起きてな。なんとか逃げ延びてここまで来たってわけよ。あ、そうか。ゴルネール国民だったんだね。うんうん。お、アップ。ん、よく見たらあんた、いや、あなたはエヴァン様ですかい、生きておられたとは。いやいや、リーフブックでは死亡説が多かったので、俺もてっきり亡くなられたものだとばかり。あはは、なんとか生きてるよ。新聞みたいなもんかな。あ、説明してる。まあ、リーフブックとはなんだ、また魔法か何かか。うん、いや僕も知らないよ。話し合わせてやがった。この王様。ん、おや、リーフブックをお持ちでない世界中の情報を見ることができる便利グッズですよ。んグランリーフという というレカ大陸の国で作られた今最もホットな商品になっておりまして、お、売ってますぞってことかな。かな。おっと、つい癖でセールストックが出てしまいました。ほう、なるほど、この世界における情報端末のようなものか。確かに世界中の情報が得られるのは便利そうだな。な、それはいくらで売っているんだ。なんとお値段たったの10万ゴールド。何をふっかけとるんだこいつ、王様に対して。お、なのですが、エヴァン様何かと大変な状況でしょうし、さすがに高値で売りつけるのは心苦しい。だから、こいつ極端やな。なんで？もうただでいいです。今のエヴァン様に必要なものだと思いますので。10か0かってこと？え、いいの？いいんですよ、エヴァン様のお役に立てるのであれば。どうぞ。やったぜ。こいつやるな。こいつすげえ、商売としてはダメだ。本当だよ、ありがとう。また来てください。その代わりといってはなんですが、買い物をする際はごひいきによろしくお願いしますね。大若屋。大若屋よりも全然儲ける気ないぞこいつは。ほほ、まあ、世界中の人で情報を共有することのできる機械の本やって。機械なの、本なの、どっちなの。まあ、一の国におけるスマートデバイスに近いものだろう。なるほどね。リフから起動することができると。老若にゃんの、老若男女、老若、違う、老若なんにょ。おお、やるやん。さまざまな人たちがたわいもない出来事やニュースに対する意見を書き込んで、そうなんや。書き込んでるってこと、掲示板みたいな。そう、掲示板みたいな感じ。うん。新型はお知らせアナウンスが表示される。リーフブックは戦闘中や特殊な状況になければ、はい、L3 で、うん、即座に起動することができると。OK、はい。じゃあ起動します。起動してみて。うん。どんな情報？おうおうおう、2ってなる。コメント数ってことこれ、2、11、10。あ、そうじゃない、ヘンリー、キャンディーとかいろいろあるよ。ほら、おは右下に。何これ誰から、あ、私もこれどこから見たことある。なんか世界中にあるらしいよ。何キャンディー。あ、地蔵ね、地蔵ほら。ほう、家にあった。いやでも、でも、備えしてしまいました。今のところ、幸せになった感じは特にないかな。ないんかい。で、嵐とかいるんじゃないこれ。マジで、いるかな、クーデターっつってる。みんな大丈夫なのって言ってる。ゴルデールが、今日って守護神引き継ぎの話、詳しいな、うんうん、詳しい。そんな物騒な誰かのコメント、誰かのコメントってなってる。名前ないんだね。面白い、どうすんだよこれ。うん、赤い、これ面白い。何これ、これちょっと読んできたいね。また新しいの来たら。いろんな市民の言葉が怖いね。イネントって怖いね。で、この人が一応、そうやね、こんな感じでアイテム売ってくれてんのかな。はいはいはい。お、何これ、1円で売れるぞ。あ、1円で買えるぞ。なんでや、え、買えるの、妖精の剣。いいじゃん。謎すぎる。ねえ。この人怖い。ほらー、どこに行くの。オッケーオッケー。じゃ、とりあえず装備しておきます。また来てください。はい、ええ感じです、ね。備えあれば憂いなし。オッケーでーす。そうそうそう。わお、あげてと。てよ。やったやん。あ、やったー、くれる。やったやったやった。喋っとこ喋っとこ。とにかく喋っとけ喋っとけ。シャワー、治るやめ、めっちゃくれるじゃん。女神の涙とかなんかすげえレアそうにくれたぞ。じゃらら、金も、ボイ。わかった、これ金くれるで。あ、マジで、やったー、キュアバリタル。なんでじゃあ金って言ったお前。なんでや、金見てみ、金何のキャラそれ。金子、
かんねえかんねえ、そうだ、違うか。あ、新技覚えたんす。あ、いいよいいよ、行きます。ほら、つきつき、やたらつくやつ、いいじゃん。強ってか王様なんか最初から最強じゃないこれ。いやもういいよ最強で、あの主人公最強説でいいっす。あんな弱そうやったのに、うん、結構知らん間にアイテムゲットしてることが多いんよね。多いね、やりとか見てこなかんねんな、うん、お、何その、なんか来たぞ、くるくる回ってる。お前ローラン見て、何あれ、風車、風車じゃない、なんだそれは。プロペラクローバーだよ。ほうほうほう、風車の谷に入る面白い草なんだ。面白いこれは確かに。プロペラクローバーは葉っぱの部分がくるくる回ってそよ風を起こすんだ。うん、おいおい、道草を食ってる場合じゃ。本で見たことはあるけど本物は初めて見たよ。うんうんうん、はしゃいでますね。な、子供なんで。 あ、ごめん、先を急がないとね。あらら、怒られた先やった、うん、え、これで飛ぶとかじゃないんかな。飛ぶない、なんか触ってみたら。 OK、 あ、いけんじゃない。あ、いける、くるくる回っている、ジャンプ。いや、何かが必要、うん、あ、なんかでも頑張った、いけんじゃん、ほら、おー頑張れ。おー、王子、王子じゃないわ、国王、国王やった、国王や、王子じゃない、王子じゃない、国王、なりみて言って思ってたな、俺ら。すまんすまん、なりのイメージ良くないよ、若いとね、そうそうそう、間違えるし、始めるぞ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 。あ、でもほら、やっぱいけるようになるんじゃない。せん、そのうちいけるよね、うん、あれは。もっと、おお、これは怖い、危ない、すごい迫力、これ東京タワーより怖いね、これ東京、だって足はないもん、透明な板。、うん、あれでもね、これ大好き、俺、ああいうの。マジですか、じゃあ今度東京タワー行った時にやってみてもらっていいですか。やりたい、やりたい、あ、これ寝たいもん、俺。いいか、じゃあ動画に撮ります、それ。あ、それいいね、あ、強そう、強そう。こいつ何？こいつどっち？味方？どっか行った、どっか行った、味方ちゃん？プープープー、ガードした、プープーって感じ、プープーしてそんな感じの名前やんな。おたけび上げてるからちょっと切るわ、プープーやな、よし来い、なんか溜めれる、あ、ガードしよう、はい、突進型ですか。突進型です、オッケー、弱かった、見かけによる弱いやつ、弁髪みたいな生やしやがってな、うん、トロールなんじゃない。実は臆病なトロール、実は臆病なトロール、うん、え、トロールってそうじゃない。臆病なイメージあるんだけど、キャラっぽいやん、それ。そうそう、こう何くれんの、お金ありがとうございます。人族って言ってたっけ、人族じゃなかったっけ、人族だったっけ、何お前、これ普通読めない、ヒョロヒョロしてる、ほんで名前が読めないよ、風の精霊って書いてない、なんかスキップしてるだけだし、風の精霊言うてる割には陽気やな、お前、お前走ってるだけじゃねえかよ。あ、目くらましされた、なんか ケイテン飛んだだけど、テレマークみたいなのしかった、テレマーク、ケイテン、なんか分からない、テレマーク知らん、分からない、一切分かんなかった、スキージャンプラージヒルみたいなやつ、スキージャンプラージヒル、やった、銃熟練のスパイクショット撮ろう、 OKOKOK、 じゃあ装備しましょう、装備しましょう、ここへ目的地、あ、行けない、足場が壊れてるぞ、そんな、どうしよう、ここを登らないと、うん、来た、ハッカチチュイ。え、え、何、どうしたの、モッポクチュイ、モッポってなんやろな、ついてこいって言ってるのか、あ、エヴァンですけど、チュイ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 、あ、ちょっと何やら慌てているようだな、行ってみるか、しかも慌ててるんだよって、うん、なぜですかい、き、こいってな、うん、こいって、おお、道しるべ、頭刺さってるけど大丈夫なの、刺さってるよね、なんかあの待ち針みたいな、刺さってる、待ち針、そうそうそう、地図にさ、よくさ、こうここに行くみたいな、道しるべ、あー、取り逃してる、先生、この俺が、それです、そうそうそう、あー、よくないね、これこの俺が。そうだ、そのお前だ。ここに何かあるの、オッケー、ここでか、あ、おっ と, おっと、友達、おいおい、あ、さっきいなかったもんね、そうだね、そうそうそう、なんか戦闘中消えてたよね、何を拾ったの。なんか引っ張って引っ張って、緑、顔顔、なになに、なめこ、新なめこみたいな感じ、なめこやな、でもスカーフつけて、いや、踊りなるほど、こいつを助けたかったのか、あ、なるほど、穴にはまって出会えなかったんだね、うんうん、ヒュー、流れっていう名前らしい、流れ、マジでかわいい、ヒヤッピー、ん、え、これを僕にくれるの、おー、なんやなんや、ありふれた枝、でも重要アイテムって書いてる、どうも枝、なあ、何をもらったんだ、枝だね、うんうんうん、そうか、枝か、笑ってる、左見て、にひでに笑ってる、まあまあまあ、みたいな感じ、こっちこっち、まだ何かあるみたいだぞ、風王子、お、マジか、えへへ、あの鳥なんや、ま、何
風起こしこれいいね。これもしかして、エヴァ何が起こったんだ。うん、この感覚は魔法だ、うん、うまく言えないけど、この子は僕に新しい魔法を教えてくれたってことかな、うん、お、ここでか、これ、ね、戻らなきゃじゃん。ほんまやん、ふにゃ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 、テンション低ふにゃふにゃ、その草に使えって言ってるみたいだな、うん、よし、試してみよう。試しましょう。 OK、その前にここだろう。触って、終わった。なんかなんかなんか、うん、オッケー。じゃあまあとりあえずこれ行ってみましょうか。押せばいいかな。おお、緑緑緑緑、たくさん入ってるね。すごいすごい、飛んでた、飛び飛び、すごいや、すごい、船ってこんなこともできるんだね。ほう、風が操る船かな。これを利用できるんじゃないか。じゃこれこっち行ったら当たりってことかな。あ、でも待てよ、あ、宝箱だ、よしよしよし、試してみようってやつね、うん、あ、じゃあさっきのところ戻ってやれってことだね。靴、やった、風守りのつむじ風シューズ、そう、いい名前やな、言えなかった一言も。これで、うん、これやね、オッケー。あ、強い強い、てか強すぎる、いいじゃん、めっちゃ強なったぞ、うん、じゃあお下がりをこの子にあげましょうか、うん、そうだね、じゃあ毒守っとけよ、うん、そうそうそう、いいやん、よし、風起こしのゴーレーフォン。ここは結構いいのありそうだね。いいのありそうだね。あ、ちょっと迷った。ジャンプ下手くそ。ちょっと迷いました。迷うって何？お、これ何？開けてる。あ、あ、いいんじゃないの？これいいんじゃないですか？違う。あ、待って。色色色。待って。あ、レベル見て。いくつ？22。あ、やばい。俺10。それだって逃げよう。でも言うても便発やろ。いやー、言うてもって言うじゃん。便発よかったよさっき。あー。さこい。あー、迷ったお前。なんかヒラヒラするやつ。ほらダメだ。逃げられない。ってことはまず10。なるほど。で、全然減ってないよ。マジで？うん。空中切り。そして君だ。いながらす。あ、いけるよ、いけるよ、いながらす。危ない、後ろ。え、200食らってんの今。あ、ちゃんと後ろ見て。ああ、弁発が強い。あ、呼んでる、呼んでる。よしよし、今。回復してくれた。ありがとう、ありがとう。弁発ぶっ飛びやがったな、あいつ。これ無理？無理だよ。ダメだ。全く減らない。減らない。全く減らない。お、お前どんな絵した？これ、これ、逃げてみようか。あ、無理だ、逃げれない、逃げれない、逃げれない。ここ、なんか、長押しするね、そう、長押し、長押し、どう、落ち着いていこう、はい、落ち着いていこう、エスケープエスケープ、これは勝てんな、勝てんね、ということはこの先はまあ、無理ということで、そういうことね、この後に行けるんだよ、多分ね、そんなんもあんのか、結構な、あれですな、おいでは、ここやね、そこから行くのか、おそらくここが目的地なんで、まあ素直に従いましょうか。そうだね。ひょっ、ひょっ、迷うなよ。オッケー。ナイスジャンプ。そして、なんか右にそれてるのはさっきのとこか。よし。出たかな。空賊の気配はないな。あの下のね。運が良かったね。確かに。読めへんねんなあれなかなか。うん、一文字切りじゃーん。強っ。おっと。お、あ。ここは一段と足場が狭いな。うわ。あ、これなんかお供え物しなきゃなあ、そうやん、ふにゃ地蔵から声が聞こえてくる、やってけ、置いてけ、通り、あ、マイリアンセ、マイリアンセ、お供えするならあれにして、何にする、ほら、あれあれ、カリッと香ばしい、あ、味わいのナッツ、あるある、いっぱいカリカリナッツあるよ、これでいいよ、これでいいよ、ラッキーラッキー、はい、どうぞ、帰ってきません、いいよいいよ、これ、食え食え、ナッツだじょ、お地蔵食うの、ナッツ、カリカリカリ、ほら、おお、お供えしてみた、取ってた、あ、やったー、好感度上がった、やったやん、あ、仲間になるんちゃう、あ、なんか来た、え、ちょっと待って待って、これ系のこれ系のね、はい、精霊みたいなのを私あのゼルダの伝説のあれで見た気がするんだけどあ、確かにそういそう、あの、いいわ、ひっくり返したら出てくるやつ、あ、そう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 、ブレスオブワイルドね、そう、ブレスオブワイルドの、ね、ワープできるやつ、うん、見たね、あれコログじゃないの、あれあれなんか集めたらいいんじゃないの、グキッていかない、痛いね、今猫だから、猫なんで大丈夫ですね、猫の、お、これ来たんちゃう、これこれ来たでしょ、あ、でもセーブポイントがある、マジで、お、奥にね、ん、はい、なんだこの音は、どんな音、空賊か、マジで、あ、なに、こいつらは違う、鳥や、いや、空賊だよ、空賊か、うん、なんだあれは、鳥だっつって人やん、あ、捕まった、捕まるやつやん、早っ、展開、確かに展開が早い、なんであの子なんか弱そうね、な、
カリュウ、カリュウさん、こいつら俺たちの縄張りにどうこうも堂々と入ってくるとは空族ガットロだ、聞いたことないか。あ、すまん、なぜ遠くの国の出身なもんでな。ねえ、僕たちどうしてもここを通らなきゃならない理由があるんだ。うん、おお、どうぞ。おい、ひょっとしたら俺たちの合図を偵察しに来たのかもしれない。クロスボウか。うわ、口悪。ああ、そうだな、空族の掟に従うなら領空なんとかは死刑だ。おい待て、俺たちは空を飛んではいない。領空、領空なんとかはおかしいだろう。そうだ、そうだ、うん、うるせえ、そんなことは聞いてねえ。なあ、やっぱ娘か。戦うの。いや、でもそれじゃ、ボーガン、あばよ、おこれー、うわー、おー、これママ、ママか。ママだ、ママ、ね、これ絶対ママだ、そうだ、ママ、え、ママか、ママっぽい。シャーティー、でも若いぞ。何してんの、かわいい。う、声誰やった、対策の声か、今の声は。これは女優さんですよね、確かね。あんたたち、お頭に無断で手柄をあげようって魂胆かい。お頭もダボるぞ、ほんで。ママじゃない。領空侵犯をする野良の連中には空挺団の賞金がかかっている。それ目当てで勝手に殺したってことになるよね。いや、俺はそんなつもりは。なら、こいつらはアジトに運んでボスに判断を請うべきだね。わ、分かったよ、シャーティー。ねえ、どうしよう。隙を見て逃げられればいいがな。じゃあ、こいつらを連れて先にアジトに帰ってて。私はこのままもう少し偵察やってくから、うん、このところワイバーンたちの動きも気になるしね。私はシャーティ。お頭は話の分かる人だから心配しないで。なんたって私の親父だからね。なんと娘でしたか。なるほど。空族のアジト。もういいね。なんかエンジン大丈夫あれ。なあ、エンスト仕掛けやったよね。心配心配。モンスターハンターみたい。おい。まや、砦が、こっちへ来い。まだ捕まってるわけね、腕。この手枷外れそうにないね。オッケーオッケー、無理に外そうとするんじゃないって、うん、な、うん、もうちょっと読ましてほしいよね、あのセリフ、マジで。空族ガットってどんな人だろう、うん、さあ、さっきの娘は話の分かる相手と言っていたが、とりあえずついてったらいいかな、かな。これが空族の足と。かなり規模がでかいな。アジトなり風神の動きをすれば今度こそあの領域だからな。そんな声だったっけ。もうちょっと低かったでしたっけ。いや、そんなトンチンかな。トンチンか。ねえ、僕たちどうなるのかな。ああ、俺たちにやましい点は一切ない。それなら堂々と胸を張っていくべきだ。飛べへん、飛ぶことすらも困るぞ今俺。ジャンプしちゃダメですよ、ペケすらも無理。めっちゃ待ち構えられてるやん。シャーティーでも仲間になるよね、あれ。それ言っちゃダメでしょ。ガットってのはどうですか。あのヒゲの人じゃないかな。どれや、ヒゲ。ヒゲいっぱいいるな、わかんねえな、どれだ。ヒゲ、いた。ノー。お、こいつらが報告にあった侵入者か。ああ、お頭に報告したいのだが、いないのか。あれ、いないの。あ、ちゃうんや、じゃあ。これじゃないのか、うん、名前じゃないのの。おい、なんだよ、おいって。来たか。左のピエロやばいな。これがお頭？そうやね。ほう、お前らか。ほう。おい。おい、ガットは誰がしますか。どうぞ。フージャーの谷をうろついていたという不審者だな。なあ、事情があるんだ、話を聞いてくれ。ね、僕たちは、なんだっけ、玉神塚に行きたいだけなんだ。うん。お前たちは俺たちの縄張りに入った。俺たちの空族の世界では領空侵犯は死刑に値する。谷底に突き落としてやる。無骸骨通りの餌にでもなるがいいぜ。そんな。おい待て、ここにいるのはゴロネル王国の王エヴァン様だ。そんなことをしたらどうなるか分かっているのか。ああ、面白い冗談だな。最近ゴロネルの王が死んで王子が後を継いだというのは聞いたが、その王がなぜこんなところにいる。ああ、クーデターがあった。追手を逃れてフージャの谷を越える途中だったんだ。うん、確かにクーデターからそのような報告がありました。本当の子かもしれません。
あのちっちゃい子かわいいな後ろなあの子ねほんまや靴とかなくしそうじゃない履いてないならばここで死んでくれた方が都合いいではないかゴロネ、誰や誰やゴロネーヌがちったましな気になるだろうガットだよこれ我々空賊への待遇も良くなるかもしれないしなガットとあれがヒゲまた来たおかしら大変だヒゲいっぱいいるなな詳細がワイバーンの奴らにさらわれたあらマジか奴ら娘の命が惜しくばアジトを明け渡せ要求して聞きやがった日本語喋んのワイバーンあーなにくっそ奴ら卑怯なものをしよって日本語喋れんのアジトを明け渡せば俺たちは完全に無防備になるおそらくワイバーンたちは俺たちを皆殺しにするだろうだってネズミも喋ってたじゃんあそっかうんしかもね娘一人のためにここにいる全員を犠牲にするわけにはいかねえうんええあいつだって俺の娘だ分かってくれるはずだお頭はしかしお頭もういいそれ以上何も言うなねえ待ってなんで諦めるのうんあなんだとみんなが行かないなら僕に行かせてシャーティーは僕を助けるうんねえ信じてガットーさんシャーティーは僕たちが殺されそうになったところを助けてくれた、うん、だから今度は僕が助けるんだそんなことしてお前に何の得があるああこいつは逃げるつもりですよおかしな逃げないよ僕は絶対に逃げないおい一体何を企んでいるお前の目的は一体何なんだ僕は決めたんだ王になるってみんなが笑っていられる王国を作るってお前は王だったんだろそんなお前が殺されそうになってここまで逃げ延びてきた二の国は戦いに溢れ返っているお前が王になったところで誰も笑いはしないんだよだったら僕は二の国を二の国を言ってくれた二の国の全ての国を束ねる王になるなんとなんだと二の国の王でかく出ましたなどんなことをしてもみんなが笑える国を作るんだだからこんなところで立ち止まってはいられないんだ目覚めるよああ笑いやがっててめえら後で見返してやるぞでもこの人だけは笑ってないんです確かにあちっちゃい子ちっちゃい子うせえ気に入ったですねそやそれで僕がシャーティを助けられないなら僕に王の資格はない殺すなりなんなりすればいいでももし僕がシャーティを救えたら玉神使いの道を進むことを許してほしいんだそれがお前の道かうんいいだろうその取引乗ったぜなんだあの後ろの人スカート履いてんのかそうあの人気になるよね気になるでシャーティが囚われてる場所に心当たりはああここから西にワイバンの巣窟と呼ばれる洞穴があるそこで間違いないだろうそれからアジトなり武器や薬を売る店もある必要なら利用していくといいよしローラン急ごうシャーティが危ないあオッケーやはりお助けですよお助けマンですねやはりお助けしていくのが何よりも大切なんです RPG というのは後半だけ手がないと王様なんかなれないよねそう、うん、でとりあえずなんかでもアイテムあるって言ったからその辺探そうであそうだねここでしょ、うんうんうん、何売ってくれんのお買い物ですか、うん、1円のやつないない1円のやつまで何やったんあれあの人がいい人だからあでも大したことないぞずっしりハンマーとかあるのねハンマーって誰よえあの女の子あハンマーかミスティックワンダーそうそのちっちゃい女の子が槍もあるよでもあこれじゃあさっきのあの空賊の親父親父くんの親父来てほしくないねパパくんの気使わなあかんやねハーブはいらないのえヒールハーブは買わなきゃよかったちょっと適当に買っとくかじゃあセーブしたいわがまま言うなどうやって上に登んねやと思うねあ、もう行けってそうやね、ちょっと出てみてあ、じゃあ多分戻ってる場所にあるんじゃないかあ、でもここに連れてこられたからわかんないんだよそこどこだあ、来たこれかこのパターンねじゃあ行ける行けるほんで西に行ったんやな、うん、オッケー、じゃあとりあえずここでセーブもできるから、うん、そうなんですよ、できる一旦ここで終わりましょうかだね
皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでいただけたらぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。仲間になるんじゃないですか、あの女の子が。そうだろう ね3人パーティーに早くなりたい。そうだよ。そんな感じで楽しんでいきましょう。2人だけだと全然つまんないもんね。つまん女の子要素欲しいもんね。いや女の子要素はあるんだけど十分あるんだけど、なんかちょっと寂しいかなと思って。そんな感じで期待してください、はい、それではご視聴ありがとうございました。心リンクゲームズのレイクとオカメでした。バイバーイ。